マイクが取れるハプニングがありましたが、まあ、とりあえずなんとかなったんでね。寒、なんか激寒っすねこれ。すんげえガタガタしてんね。トンネルの中舗装良くないっすね。ごー、長えなこのトンネルも。どこまで続くんかな。長かったっすね。こうすげえ。なんだ急に、なんか言ってたな今。長い下り坂、スピード注意。これ今アクセル全く入れてないですからね。開けてないですよ。開けてなくて全くスピードが落ちない。うん、下りすぎて耳がおかしくなる。やばいなこれ、首が痛い。なんかブドウ狩りとかできるとこがめっちゃ多いな。あれ、ここは釣り堀だ。あー、水入ってって運転しづら。長い下りが長い。あー、俺もあーってなるよ。もうフルーツ公園見えましたね。何フルーツ公園って、ほったらかし温泉のっていうのが山の一番上なんです。その下がフルーツ公園。上はもう今上の方。あー、じゃあもうちょいかな。 あと15キロぐらい。一気に下ってきましたね。314に入る。どこ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 よ。これ右だ。オレンジの建物は分かりますやっぱり。うん、分かる分かる。あの上の方。あ、そうなんだ。すげえ、河原の道走らされてるな。この道は正解なのかな、よく分からないんだけど。どこよ。あ、これのこと？道なりですって言ってくれた方がまだ分かりやすいんだけど。あー、狭いね。ナビが案内してっから通ってっけど狭いよ。なんか地元の人が通る道って感じの道ですなこりゃ。今の左だったな。あの公園をね通っていくみたいよ。あの U ターン怖いんですけどしかも坂で U ターンやべえな。あ、怖い怖い、危ない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 。すげえ道だなおい。いるね。着いた。すげえ道だな。うん、怖かった。ほったらかし温泉入りました。うん、かなり気持ちよかったですね。あれこうバイクで走って。でこう疲れたところに温泉入るとかなりいいですね。気持ちよかったですね。
で今はなんとか公園、何公園っつったっけこれ、フルーツ公園の中を走ってます。左出て右、基本的にはもう今日はあとは帰るだけですね。本当はこのまま道志道に戻ろうと思ったんですが、レンタルしてるバイクの返す時間が18時だそうなんで、このまま俺はもう途中で高速乗っちゃって、で彼はバイクショップにバイクを返しに行って終了という形になりますかね。なのでまああと彼は1時間半で返せるのか、厳しいだろうな。まあ、高速使うつもりではいるんだよね。大丈夫かなとは思うんですけど、でこのままですね、下っていって高速乗るような感じになるんですかね。ほったらかし温泉ね、天気が良ければ富士山見えるらしいんですけど、今日あいにくの天気でうっすらしか見えなかったんですよね、うん、非常に残念なんですけど、まあでも気持ちよくねお風呂に入れたから良しとします、うん、かなり良かったですね。先が見えないカーブですね。でどうもなんすか、揚げ温玉、温玉揚げ、よくわかんない、どっちだったか忘れたけど、がほったらかし温泉の名物だそうなんですが、そんなこととはつゆ知らず普通にぶどう味のソフトクリーム食いました言ってくんないんですよね、彼も有名だよとかね言ってくれりゃいいのに言ってくんないもんだから、普通に食べましたね、ソフトクリームを。うまかったですけどね。さあじゃあちょっとガソリン入れますかね。139円、安いのかな、わかりませんね。結構 Google マップに従うとね、こういう道が多いんですよね、まあ、空いてるんだろうけど狭くてちょっと怖い。いやー今日はね、まあ彼も楽しんで走れたようで良かったですよ。いやほったらかし温泉に別の CBR センダボいたんですけど、ロクダボもいたんですよ。センダボもいて、ロクダボの人は森脇のマフラーつけてて、いやいい音してましたね。やっぱ車外のマフラーやっぱいい音しますね。センダボの人は特に変えてなかったんですけど、当然ノーマルのフラップ開放はしてて、走り出していく時のね感じとか、あこんな風に音聞こえてんだなっていうのはなんとなくこう雰囲気としてね伝わったんで良かったかななんて思いますね。わあやっぱ気持ちいいね高速伏せてますね。もう伏せますか俺も。やっぱ伏せると全然風来ないですね。あ違うなやっぱ、ある程度伏せた方がいいんだろうけど、伏せすぎるところネットがね今GTA なんで、とりあえず前が見えなくなるんですよね。新しいの買いたいな。 X14 どうなんですかね、なんか伏せても前が見やすいみたいなの見たんすよ。本当にそんなに見やすいのかなと思って、本当にそんなに見やすいんだったら欲しいっすよ。東京106キロ嘘だろ、そんなに離れた、そうなの、気づかぬうちにだいぶ遠くまで来てたんですね。とりあえず今日はですね、会社の同僚と道志道を走って、で走り終わったところでね、ほうとうを食べました。でその後ほったらかし温泉行って、でキロという形ですかね、いやー楽しかったですね、かなり道志道も楽しかったですね。ただやっぱ野営をする勇気っていうのがあんまりなかったので、ね、それが残念だったんですね。もうちょっと勇気を持って野営した方がもっと楽しいかもしれないですね、というところで、まあ動画としてはこの辺ですかね。はい、そんなとこです。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。